を席巻している BTS に独占インタビュー。答えてくれるのは、こんにちは、 BTS の J-HOPE、 ジミンです。愛され弟キャラのジミンとダンス隊長の J-HOPE。 そんな2人に街の10代から質問が。日本人のお笑い芸人で気になってる人、トレンディエンジェルさん。はい、斉藤です。ペー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 。スタジオの斉藤さん、ギャグも知ってましたよ。違う知り合い？まあ、知り合いというか本当に付き合いがある。そうなんですよ。何回かちょっとお仕事させてもらいまして、結構ね、仲もよく。そうですね。通貨の中というか。通貨というか。仮想通貨の中の。うまいな。うまいですよ、やっぱり。さあ、ということでね、はい、今日は生放送でいきますからね。はい、今日早速視聴者の皆さんに質問があります。皆さんは BTS にどんなことを聞いてみたいですか？はい、チーズです。青、苦手なものは何ですか？赤、キレキレダンスの秘訣は何ですか？緑、お風呂でどこから洗いますか？はると書いてよろしく。はい、テレビの前の皆さんもデータ放送から番組参加お願いします。BTS メンバーに聞いてみたいこと、視聴者の皆さんの意見がまとまりました。こういう結果でした。青、苦手なもの、いやないでしょいうことなんですが、実はご安心ください、3つとも聞いてきてます。いや、そうですよ。はい、続いてないの D ボタン書いて、 D ボタン。いろんなレアな話を聞いてきました。BTS、 すみません、 BTS さんの大ファンの僕にとってはもう最高の瞬間になりました。はいはい、 VTR どうぞ。わ、かっこいい。韓国出身の7人組ヒップホップグループ BTS、 最新アルバムが77の国と地域で音楽ダウンロード数1位を記録するなど、人気はワールドワイド。愛してます。一昨日夢に出てきました。ダンスももう顔も全部好きだし、性格もみんなそれぞれ面白くて大好きです。そんな BTS のメンバー、愛され弟キャラのジミンとダンス隊長の J-HOPE に R が独占インタビュー。まずはダンスの秘訣を教えて。 BTS の皆さんといえば一糸乱れぬシンクロダンス、なんか意識されてやってることとかってありますか？練習時間は本当長いです。メンバーたち全部ステージに対する欲求がいっぱいあります。良いステージに作るために本当に一生懸命準備します。長い時で1日何時間ぐらい？もう多分今は8時間。はい、うわー、すげえ。練習終わった後ってどんな感じになるの？全部めんどくさい。疲れた。そんな J-HOPE だけど、メンバー1ダンスを覚えるのが早いんだって。 DNA の最後のパートのダンスが本当に難しいですから、僕たちは4時間くらいかかりました。本人さんは10分、10分、はい、少しオーバーです。そのダンスがこちら。これを短時間で覚えるなんて驚き。 J-HOPE はメンバーにダンスを教えることもあるんだとか。僕たちの団長、ありがとう。BTS にとってダンスとは、춤으로많이인정을받고춤으로뭔가화제가될지는솔직히상상도못했던부분인데저희가이렇게노력한만큼그빛을뭔가되게크게받는것같아서
뭔가 음악으로 뭔가 저희가 하고 싶은 말이나 그런 거를 표현한다고 하면은 춤도 춤으로서 그런 것들을 또 표현할 수 있다고 생각하기 때문에 뭔가 같이 있을 때 더 좋은 시너지가 되는 뭐 그런 거라고 생각합니다. それであのシンクロダンスが生まれてんだ。インタビューの後半は10代からの質問に答えてもらうよ。お楽しみに。いいですね。ちょっと可愛いとこもあったり話するとね。どうですか、ふるちゃん。最高ですね。BTS 大ファンなんですけど、まあ、彼らはなんかこう自分たちで曲も作るし振り付けも自分たちでやったりするんですよ。だからもうやっぱりそういうところもこうファンからしてみたらもうたまらんですね。たまらん。熱が違いすぎて、たまらん。努力してんだよね。うん、どうやった？2人は会ってみて。いやもう本当に僕たちも質問する側だったんですけど、カメラが止まったところで逆にこう話しかけてもらったりして、すごいそういう優しさとかも感じて。あとなんかあの R の法則の公式キャラクター R も渡したんですけど、そうそうそう、すごい気に入ってくださって、はい、本当にいい方と思っててくれて、持ってくれて、はい、無邪気だよね、なんかね、思いますよ、それは。なんか2人が知ってる BTS のなんか秘密とか裏話みたいなのあるんですか？前でも番組であのツイスターゲーム、これ手を散らしたついたりやって、あの J-HOPE と僕やったんですけど、その本当にいろんな形になって J-HOPE のお尻とかが顔に当たったり、太ももとかね、もう本当に顔がここに挟まっちゃうぐらいの、そうそうそう、自分で寄せてって、またまたこんな形になっちゃって、はい、ですけどね、すごいなんか柔らかなかった。聞いてない。 BTS のインタビュー番組の後半に続きます。次のニュースこちらです。 お待たせしました。 BTS 独占インタビュー、今度は10代からの質問に答えてもらうよ。ジミン、J-HOPE、よろしく。10代、先人の10代の皆さん、はは、BTS です。まずはこちらの彼女からの質問。嫌いな食べ物は何ですか？確かに超人気スターの苦手なもの気になる。僕はわかめ。すごい。ミオくんはと괜찮아けど생명만좀필요해서。わかめ。すみません。ちょっと子供です。J-HOPE は苦手なものは何？ボレボレ。はい、僕無視。無視まだもまだも嫌いです。一番嫌いな虫は何ですか？パキボレ？ゴキブリ。ゴキブリ？わあ、ゴキブリは、おお。クールなパフォーマンスの二人の素顔は意外とお茶目なんだね。お次はちょっとディープな質問。お風呂入った時にどこから洗いますか？いやー、聞いちゃうのそれ。わあ。僕は頭から。まあ、頭から。僕も頭からです。さあ、髪、顔、体、うん、이제머리를감으면그이제물이안에내려가잖아요。근데그게이제다씻었는데그게또이제내려가면또씻어야될것같이약간찝찝하니까그냥위에서부터다씻는것같아요。아미토메마스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 나무도못해그르자우세기나2人から10代のみんなへメッセージ。はい、10代の皆さん、あ、いろいろ悩み事が、多い時ですが、それはいいことです。心配しないで自分自身を信じましょう。はい、皆さん、ファイト。僕は10代は輝いてた時だったなと思います。皆さんもきっと輝いてる今を大切に過ごしてください。二十歳だろ。はい、終わりです。ありがとうございます。 BTS のジミン、J-HOPE、ありがとうございました。